岡山県道322号中福田湯原線の紹介をしていきます。岡山県道322号中福田湯原線、湯原側からスタートしていきます。湯原温泉郷の末端側からスタートしていきます。まずは山を駆け上り、湯原ダムの方に向かっていきます。湯原ダムまでの間にはトンネルが2つあり、高さ制限があります。幅員の制限もあります。湯原ダムの堰堤を越えるとミステリーゾーンのある湯原湖の縁を走っていきます。見た目の割には坂があり、速度が上がったり突然下がったり、気をつけながら走行する必要があります。牛さんが見えてきて四叉路が見えてくると種三宅戸線の境となります。そこから先、中福田の方、蒜山の方に向かって進んでいきます。この先は蒜山高原の看板を頼りに進んでいくこととなります。道を間違えてしまうと大変なところに入っていってしまうので気をつけて走っていってください。蒜山高原の看板を見落とさないように走っていきます。離合は簡単にできますが、カーブが多いので気をつけて走行してください。 1.5 から2車線の道が広がります。そしてトンネルを越えると、あとは2車線の道で蒜山の町の方に向かって走っていきます。途中、県道324号線の分岐点があります。そこから先、蒜山の優雅な姿を見ながら進んでいき、国道482号線の信号機にあたって起点側中福田となります。湯原から蒜山まで 20.9 キロの道となっています。ご視聴ありがとうございました。